このマジックはですね、このスマートフォンや、シルク以外にもですね、こういうギミックを使います。真ん中に、細長い穴が開いてまして、全体としては四角いですね。これはですね、プラスチックの板で、薄いプラスチックの板があるんですね。それで作れますので、ちょっとカッターとかナイフで、作ってみてください。これを作りましたら、このシルクをこの穴に通します。こうですね、穴に通します。こんな感じで通ってますね。まあ少しこのぐらいの長さで通します。そして、まあこれは見えない、もちろん見えないようにするわけですね。で、このスマートフォンに、工具に乗せて、で、このギミックは手で押さえるわけです。まあ普通、ちょっとね、透明なんで、お客さんには、透明にはまず見えないと思います。そうしましたら、工具にありました。で、この時はですね、ここに後ろに、そのギミックを通したシルクが出てます。バイカーにいるところですね。ここで、この上の方を使います。上の方を左の指で押さえます。そして、この下にはみ出ている部分ですね。これを引っ張ります。そうすると、シルクがスマホを貫通しているように見えるわけです。で、シルクは上の方に引っ張ります。下だとお客さんに見えないので、上の方に引っ張ります。そして、最後まで引っ張ると、見えるわけです。そうしましたらですね、これをちょっと、隠して、手で隠して、このギミックが見えないようにします。まあ、これだけなんですけども、これ、必ずしもスマホだけじゃなくてですね、いろんなものを使ってできます。ペットボトルも、事前で示しましたけども、ペットボトルで、やっても面白いと思います。ぜひチャレンジしてみてください。